スタジアムはすでに大歓声に包まれています。キングアブドゥッラースポーツシティへようこそ。実況は西岡明彦、解説には落ち着いた語り口でおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。大変な試合になりそうですね。ピッチの選手たちもこの試合に向けて気合は十分のようですね。いい試合を期待できそうです。このキングアブドゥッラースポーツシティは国王の名を冠したスタジアムです。雰囲気が素晴らしいですね。この試合の先発メンバーはご覧の通りです。4-5-1のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。ホイッスルで試合開始です。セルジ・サンペル、ドーグラス、パスをカット、いい読みでした。さあどうする。難しいシュートでしたが枠を外れます。今日の試合のアウェーチームはプレス中心のサッカーで相手チームのミスを誘うことで知られています。はい、このチームにとってプレスディフェンスは守備だけではなく得点につなげるためのプレーです。相手のミスは大きなチャンスにつながりますからね。ドーグラス、ここから先の出しどころに苦労している様子です。突破を許しません。素晴らしい視野です。味方にスルーパスを狙いましたが強すぎたか。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。ボールはサイドの選手へ。小川圭次郎、セルジ・サンペル、この時間はブロックを作って守っています。素晴らしいタックルです。アタッキングサードでボールを回していきます。このシュートで勝ち越せるか。キーパー落ち着いて対応しました。あの距離で冷静に見極めましたね。イニエスタ、ゴール前で振り切った。流し込めば決まる距離でしたが強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。クリアしたようなものですね。
前に出しましたが気を抜けません。サイドが空いています。ゴールを見る。タックルで防いだ。まだピンチは続いています。ボールを奪った。いいタックルでした。カウンターのチャンス。ここは決めたい。カウンターへの対応が遅れているようです。イニエスタ。このボールはキーパーが前に出た。ここまでお互いに攻めあぐねているといった印象でしょうか。シュートに持ち込めるようなシーンがほとんど見られません。キム・インセン、見事なテクニックで突破してきました。ボールを奪われます。セルジ・サンペル。ここでボールロスト。ボールを運びゴールに襲いかかります。主審がゲームを止めます。オフサイドです。イニエスタ。ユン・ビッカラン。うまくボールを奪った。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。この選手ですが、前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。試合は同点のまま後半へ。先手を取るのはどちらのチームでしょうか。セルジ・サンペル。イニエスタに渡った。相手にボールを渡してしまいました。イニエスタがボールを運ぶ。山口。スローインで試合が再開となります。キム・テファン。どうやらサイドをつけそうです。シュートまで持っていきたい。大きすぎます。誰にも合いません。タッチを割ってスローイン。高いボールで裏へのパス。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ここにはイニエスタがいました。相手ボールになります。必死にボールを奪い返しました。さあゴールを狙いに行く。このシュートは大きく枠をそれました。狙いすぎたかもしれませんね。監督は怒っていると思いますよ。ここでインターセプト。インターセプトされました。
ドーグラス。相手の裏を狙うロブパス、通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。アンドレス・イニエスタがベンチに下がるようです。何を狙うのか。歓声に応えるシュートを打てるか。サポーターの声に押されるようなシュートでした。ただこういうところでは打ってほしいですよね。ボールがフリーになりました。ボールをうまく動かします。これを決めればリード。キーパーがいるところにシュートを打ってしまいました。ここまではサポーターの期待に応えるパフォーマンスを発揮できていませんね。試合をリード、ボールをキープして自ら勝負します。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。このフリーキックはゴールを狙える距離ですね。ディフェンス側はしっかりと壁を作っています。選手がピッチに入ります。うまく狙いましたが惜しくも枠の外。素晴らしいテクニックでしたがもう少しでしたね。キム・ギヒ、ユン・ビッカラン、最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。チャンス来た。ニアの選手を狙った。キーパーに渡りました。サイドへ展開します。チャンスになりそうでしたが攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。狙える位置です。シュートは入るか。リードするチャンスを逃しました。完全に入ったかと思いました。ようやく試合が動くと思ったんですが、今日はゴールが入らない日ですね。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。この攻撃が最後のチャンスとなるか。ゴールを割れれば決勝点です。前後半合わせて90分、試合は決着がつきませんでした。
延長戦キックオフです。疲労が一つのキーワードになるかもしれませんね。いい連携です。キム・インセン、ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。セルジ・サンペル、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ちゃんとついていませんね。鋭いシュートはわずかに枠の外へ逸れていきました。強く打った分だけ精度を欠いていましたね。ただ狙いは良かったと思います。キム・ギヒ、キム・ギヒ、キム・テファン、ディフェンス落ち着いていました。ここで取られるわけにはいかない。すぐ攻撃に切り替えたい。このボールは止めただけ。クリアできるか。延長戦の前半終了です。未だ均衡は破れていません。ホイッスルで試合開始です。ゴール前で振り切った。流し込めば決まる距離でしたが、強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。何を狙うのか。歓声に応えるシュートを打てるか。サポーターの声に押されるようなシュートでした。ただこういうところでは打ってほしいですよね。延長戦後半のキックオフ、試合も残すは15分です。セルジ・サンペル、ヴィッセル神戸、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。見事なロブパス。ゴールを狙う。このゴールは決まりません。ゲームは未だ動かず。さすがに入ったと思いました。今日はこのままスコアレスかもしれません。セルジ・サンペル、酒井豪徳。延長戦も残りあと5分を残すのみとなりました。サイドが空いています。この時間ですから、ここで1点リードできれば大きなアドバンテージとなります。ボールがこぼれている。プレスが効いている。クロスを狙ってきますか。ここからどうするのか。ここで攻撃を止めます。試合は PK 戦での決着となりました。
ッカーがそっとボールを置きます。これはミス。やはりプレッシャーがあったのでしょうか。決めた。しっかり決めました。ペナルティースポットにボールを置きます。おっと枠を外してしまいました。いや緊張してし決まった。ボールを置きつつどこへ蹴るのか考えているんでしょうか。止めた。よく止めましたね。大事な PK です。入ればその時点で勝ちが決まります。この PK を決めてチームは次のラウンドへと駒を進めました。すごいプレッシャーでしたが最後は冷静に決めてきましたね。お見事でした。圧倒されている状況でゴールを決めました。はい、相手に支配されている展開の中でもどうすれば勝ちを引き寄せられるか分かっていますね。